さあ、高橋市の酒造メーカーが新しい日本酒を開発しました。飲み方として一般的なのは冷酒や熱燗ですが、こちらは炭酸で割って楽しむ商品です。若者をターゲットに日本酒の魅力を広げます。高橋市の酒造メーカー白菊酒造が開発した日本酒アンドソーダです。炭酸で割って飲む商品で若者の日本酒離れを食い止めたいと去年3月から開発を進めてきました。やはり根本を変えていかないとその日本酒という部分にたどり着けないような、そういう状況になってきてた、そういう危機感もありましたので、根本を変えたそういう日本酒というのを作るべきだと。パッケージに使用した赤色は地元高橋市吹屋地区のベンガラをイメージ。岡山県産の米に2種類の酵母をブレンドして炭酸で割っても米の甘みや日本酒の風味が残るようにしました。その味は、お、爽やかな酸味の中に少し甘みも感じます。日本酒独特のきつさはなく、優しい味わいですごく飲みやすいです。アルコール度数は高めの18度ですが、割り方次第で好みの濃さに。ハイボールのように気軽に飲める酒として日本酒を広めたいといいます。もっと自由に、もっと気軽に日本酒に接していただく、飲んでいただくという、そういうことが一番の目的ですので、これが日本酒だということではなくて、これも飲んでみてねという感じで進めていきたいと思っております。アンドソーダは来月1日に岡山県内の百貨店やスーパーなどで販売予定で、白菊酒造のオンラインショップでも購入できるということです。私も試飲させていただいたんですが、口元に持ってきたところで吟醸がプンと香るんですよね。飲み始めからごちそうだなと思いました。若者だけじゃなくておじさんもいけるなと思いましたね。1000円ちょっとでね、リーズナブルだなと思いました。はい、